ロバート・ハンターによる、肖像画。第二代ロングフォード男爵エドワード・マイケル・パケナムは、アイルランド王国の貴族、政治家、イギリス海軍の軍人。初代ロングフォード男爵、トマス・パケナムと、初代ロングフォード女白爵、エリザベス・パケナム、マイケル・カフの娘の息子として、1743年4月1日に、パケナムホールで生まれた。1761年に、 イギリス海軍に入隊七百六十六年に軍務から引退した最終階級はポストキャプテンまた七百六十五年から七百六十六年までロングフォードカウンティ選挙区の代表としてアイルランド庶民院議員を務め七百六十六年三月三十日に父が死去するとロングフォード男爵位を継承した七百七十七年 アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1792年6月3日に死去、息子トマスが借位を継承した。1768年6月25日、ダブリンでキャサリン・ローリーと結婚5男4女を設けた。ありがとうございます。